前回のお話、ハジャムネでラス団へ乗り込みました。今からラスボス戦だ。さあ皆さんこんにちは、ダイダラです。さあ冥王の、心臓、今回このラス団攻略の続きからいきましょうか。さあ前回ね、もう攻略少し進めましたね。もうなんだろう、少しだけ奥まで行ったのかな。なので、ガッと奥まで行って、ラスボス撃破まで行きましょうか。ブル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 。ねえ、ネルゲルに食われます、ブルブルって。襲われちゃった。さあ、ザコデキも弱いんでね、この辺は。マポーバポポなんだね、これは。マポレーダー。まあ、俺たちだいぶ強くなったんで、ちょっと見せていきましょうか。ねえ、はい、最強の、はい、ぶん回し！ダイダラ攻撃力高っ。ダイダラマジ強。やべ、ラスボスに使うテンション、ここで使っていくまゆちゃん、マジ天使。はい、ガンごと避けたけど一人はい、ダストンも強くなったよ、その後一撃、マジ最強です。よし、オッケー。お、ダストンまだ強くなった、ありがとう。まあね、あとはノリで進めていきましょうか。さて、男女の続きですね。ここ、冥王の心臓、二の塔、仮想とか、なんか、二の塔、上層、なんか、なんとかの塔ってところに繋がってんのかな、全部。で、ここら辺も前回ちょっと軽く探索してね、宝箱を取っちゃったんでね、もう、スルッと、ぬるっといっちゃいます。はい。前回ここまで来たんだっけな、確か。この辺まで。いや、もうちょい先まで行ったっけ。いや、ここまでだ、ここまで。で、ここに来て、敵、あ、魔将軍もいるな、ってことで、魔将軍も倒してってとこら辺まで行ったのかな、多分。よし、じゃあ先進んでいこうか。恐ろしい、恐ろしい。目をネルゲルが持つ絶望の釜が恐ろしい。死者の魂を刈り取り、闇の魔力に変えて食らい尽くす、あの大釜が恐ろしい。大釜が恐ろしい。ん、初めて見る敵発見。やっつけちゃおう。ホワイトキング見てるやつ、なんだこいつ、誰だね、ゾンビ系のやつ。魔物の群れが現れた。名前を教えてくれ、おめえの。渾身切り、サタンメイドみたいなダメージ。爆撃最強。まゆちゃん大丈夫だな、これは。まゆちゃんは、マジ強えから。よし。ガラハン、ワイトキング、やっぱワイトキングだ、これ。ワイトキング出てくんのか、もうここって。すげえとこだな。渾身、強い。ワイトキング。モンスターズでは、ドラゴンクエストモンスターズ系のゲームだったらマジで愛用してたからな。さあ、まゆちゃんもレベルアップ。みんな45とかまで上がってきたね。いいね。もっと強くなるわ。強い、まゆちゃん。天使。さあ、まゆちゃん、ちょっと魅力上げておこうかな。魅力プラス。ピンク台風とか強そうだけど。あとね、防御力欲しいんだよね、まゆちゃん。防御力。ちょ、さすがにね、弱いんだよ。柔らかいんだよ、まゆちゃん。だからね、ちょっとそのあたりは上げていきたいとこだね。まあ、とりあえず、まあ、サクサクと攻略進めていきましょうか。道は、一本道だね、ほぼ。この辺。ベホーマスライムかな、あれは。いろんなスライムちゃんもいて。で、ここが分かれ目だね。どっち行くかだよね。どっち行こうかね。上登っちゃうか、まず。ね、魔将軍もいる。この螺旋階段登った先に気になる宝箱があるけど、体ない俺には開けられないんだ。宝があるんだってわよ。だっていいこと教えてもらった。宝箱、こんにちは。さて、宝箱どこだよ。宝箱ないぞ、裏にはないぞ。じゃあこっちだ。ちょっとカメラぐるぐる回しまくってすまん。みんなカメラ回しまくると気持ち悪くなる。さて、ぐるっと、あった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 。さあ、宝箱を隠されてたやつゲットです。ドラゴンの骨。ドラゴンの骨。なんか、当時貴重だった気する、この経由系のアイテム。めっちゃ喜んでた気するわ、これ取って。さて、こっちが順路かな？憎い、憎い、憎い、肉がいい、肉がいい。俺を殺した魔物が憎い。閉じ込めたネルゲルが憎い。俺が死んでるのにまだ生きてる全てのやつが憎い。怖いよ、みんな。肉まんといてくれ。ねえ、ここが冥王の心臓ですか。薬師美でとんでもないギャラクターが見つかりそうで予感がしますよ。今のがネルゲルの声。いや、前回のあいつからですね。お父さんお母さん見てくださいよ。終わらせまーす。け、丁寧に歓迎の挨拶が首を洗って待ってるネルゲル。フィフィちゃんも頑張ってくれたし、私たちも頑張らなくちゃーっていうね。みんなで頑張って。
世界を取ろう。こっち行き止まりだから宝箱ゾーンかな、多分ね。あ、でもだ、あ、昔これあれだね、レイタメテスの時でゲットした宝箱はもうやっぱ開いたままになってんだよね、多分これって。だから多分全部取ったことがギュンってあってんじゃねえかなと思ったけど、取ったことあってなかった。ね、え、これギガンテス、サイクロプス、どっちだっけ。サイクロプスかな、戦ったことあったよな、ギガンテスだったわ。全力を尽くします。違いがいつも俺分かんなくなっちゃう。これ強くねえか、大丈夫かな。ジャグジャグ、ゴッドジャグリー、ジャグリー通行していくんだよな、この点で敵って。ムーチョッチョ強、ムーチョッチョマジ強いけど痛恨。いや、3残す、残すのすげえな、逆に。はい、今シーン俺弱くねえか、そう思うと。待って、はい、最強。これ弱くねえか、大丈夫か、これ5000経験値うますぎ、やばすぎ。よし、ちょ、満タン。はい、これ何これ、世界中の歯もういらん。神殿レイダメテスは冥王の卵なり、死者の魂を喰らい我らの王を生み出した後、神殿は王の宮殿となるだろう。ここだね、ラスダンとなったっていうこと。さあ順路はこっちだな。じゃあさっきの憎い憎い憎いの人のいたところから抜けていきましょうか。おー、もうゴール臭いオーラを感じる。え、これ入っていいの。入っていいのか、入るか。ここはどこだ。え、魔性雲がめっちゃおりますけど、やばい、道がねー、複雑だねー、ここで。ちょっとここも下もあって、行けるところがね幅広いね、これ。おお、宝箱ある。トロルもいるじゃん。うわ、スキルアップバディル金ピカ来た、金ピカ。やっぱダイダラッシュ、やっぱパダイダラッシュ、パパパ、ダイダラッシュパパでいこうか。いや、ダイダラこれマジ強かったぞ、これ。スキルアップパネル。ダイダラ実はこのスキルアップパネルクソはめてるんですよ、今。自分自身を強くする。ダイダラ攻撃力410。マユちゃん攻撃力408。マユを超えました。俺がナンバーワンだ。いいか、俺が最強だぜ、マジ。ねえ、これ魔王の使いこれ。やべえのいるけど、敵結構。いやでもいいね、スキルアップパネルゲットしたのはマジで熱い。魔王の、ま、やっつけるか。うわぉ !300! でもまゆちゃんのパンチの方が威力高いんだよな。マジ不思議。マジ不思議。ダストのその火力も高いんだよな。俺が一番弱いんだよな、でもこんだけじゃ。おかしいな。なんでだろう、みんな強すぎねえか、この世界のみんな。敵地高いな、こいつら。はい、サンキュー。バケモンだろ、マジで。よし。さてさてさて、敵も無視して。ここなんだ、ここ。これもあれだね、レイダメテスのところのダンジョンと同じギミックですね、ここ。よし。では、先進みましょうか。トロルのところだな、次は。あいつ倒すか。中ボス戦かな、これ。うえい。避けることができない恐ろしいモンスターだ。行きましょうか。どうしようかな、トロル。さあ、ちょっとそろそろダイダラ君だけ命令していこうかな。俺を言うこと聞こう。行くぜ、渾身切り。スパン450、強。ダイダラ強。600、ダイダラ弱。400、わあ、ダイダラより強い。バギムーチョ強。一番強い。ドゥアーストーン、ドゥアーストーンやけど、ダスト起こしてくれ、まず起こしてくれ。クイーンオブハートやる意味ないだろ、マユちゃん。勝利を手に、いざクイーンオブハート。マユちゃん意味ないだろ。癒しの調べで何それ。ジャンジャッカジャンジャッカジャンジャンジャン、イエーイ。復活するやつじゃん、すげえ。ダンシングだ、ダイダラ避ける。ダイダラ最強か、ダイダラパンチ。よし、ダイダラパンチ最強。もう俺がとどめ刺しました、5000くらい。敵がやっぱ強くなってきたね。お金も高っ。さらが装置、またレベルアップ。少しは頼もしくなれたでしょうか。すげえ、21ポイントもあるやん。さらが装が、すげえのあるんですよ。スキル。グランドネビュラかな。グランドネビュラ。よし。これで、ここオープンできるね。何これ。
ベストスマイル2個。獲得する経験値とゴールドアップするよって。かわいい。ニコってしてくれ。ラグアス王子。さあ、ベストスマイルラグアス王子を見たとこで。これなんだ？これどこ行き？え？これどこ？これラスボス臭くね？え、違う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 。これも宝箱だ。なんかいた。フーラちゃんがレベルアップしたよっていうことで、ラッキー。フーラちゃん、バギクロスを覚えた。フーラちゃん、かわいい。さて、宝箱。あの、ワープゾーンは宝箱ゾーンでした。スキルアップパネル、金、またゲットしたよ、金ピカ。ラストンのここにつけたらさ、ラストンの気まぐれ行動率めっちゃ上がんじゃね？何パー ?40% 上がるってやばくね？気まぐれ行動 40% アップって。ねえ、知らんけど。これにつけとこうかな。いや、強いかわからんのがちょっとネックだよな、それ。さて、じゃあ次4の塔行きましょうか。そろそろ終わりじゃね？どうなるかな？ちゃんと、ボス前に、ボスっぽい塔用意してくれないと回復できひんから。頼むよ、ネルゲルさん。いや、これここやろ、もう、どう考えても。いや、もう、玉座入り口って書いてるわ。ちょっと、じゃあ MP を回収しとこう、ちょっとこれ、さすがに。よし、MP も回収したとこで今から、ボス戦、ですかね。やばー！何このブッサイクだ、ドラゴン。ブサゴンか。うわ、来たな、ついで。みんななんかある言うこと。ねえ、なんもなかった言うこと。行くで。開けるで。レッツゴー！え、まだ続くの？まだ続くの？なんかもうええやん。もうボス行こうよ。こんな、レッドカーペット歩かさんといてくれ。さあ、玉座の入り口。奥へ行きましょう。やべえぜ、これが、ボスだ、行くぞ！行くぜ。ネルゲル、待ってた。ようやくここまでたどり着いたか。待ちかねたぞ、エテーネの生き残り。ネルゲルって髪の毛の境目どうなってんの？ないよね。この冥王に己が魂を捧げるため自ら現れるとは。良い心がけよな。ネルゲルは結構好きよ、俺。ライバルズで愛用してたね、そのカード。ドゥン。うわー、いきなり俺ぜ、死んだ。あ、やばい、負けました。これは。みんな封印されたけど、大丈夫。なんですか。こんなもん、いらねえですよ。嫌な予感がしたのはこのことだったのですか。ラガー同時、余地なかったんか。くそ、びくともしねえ。どうすよ。その冥府の爆鎖は死者たちの怨念で編まれたもの。聖者には決して解くことはできぬ。死ぬか。ダメだ、死ぬのは良くない。トゥスクルのダイダラ君助けて。トゥスクルのダイダラ君。カバーが出てきた。もう刈り取られる命。止まった。なんだ、誰だ、ツスクルのダイダラ君。あ、誰だ、俺だった。ワンチャン賢者様かと思ったけど、俺。ありがとう、俺。昔の俺。この鎖を生み出した死者たちの怨念は全て私が引き受け、共に天へと連れて行きましょう。あ、死んじゃうダイダラ君。もう死んでたけど、あ、全部解けた、ありがとう。ですからあなたは必ずやネルゲルを倒し、レンダーシアの封印を解いてください。任せろ。シュワー。そして私も。行っちゃったよ。よもや霊魂が我に逆らい、冥府の爆鎖さえも解き放つとは。珍しいものを見せてもらった。ダイダラ君マジで優秀だからね、天才だからね。ツスクルの村が誇る。だが貴様ごときがこの我を倒そう、勝てるかな、本当に。本当に勝てるかな、マジ心配なんだけど。冥王とはあまねく死を滑るもの。怖いぜ。全盛期超えてるんだっけ今、魔力回復してて。
生きとし生けるものはすべて死からは逃れられぬのだ。下まつげ長いな、ネルゲル。うえー、かっこいいぜ。最後からラスボス、冥王ネルヒル。勝負の時は、来た。いきます。ダイダラ君、今まで鍛えてきたパワーを存分に発揮してくれ。いきます。さあ、まあ、行こう、ネルヒル。死して我が軍門に下るがよい。さて、さて、さて。とりあえず、作戦ね、ダイダラとダストンだけ命令します。あとはノリで行こうと思います。行きましょう。さあ、ダイダラ君、まず、ダイダラ君は最強なんで捨て身します。ムーン攻撃力アップ。さあこれはマユちゃんはもう自由に行動させよう、可愛いから。マユちゃん可愛い。よし、さあダメージアップ。さてダストン、ダストンはマジむずいんだよな。本気で遊ぶか攻撃力下げるかってことなんだけど、一回本気で遊ぼう。やるで、ウィス、ウィスじゃねえ。天の聖女、じゃあ聖女の守りありがとう。痛い、防御力ダウンしてるからな。痛い痛い痛い、結構痛い。さあダイダラ君、この状態からの渾身切り、せい500強俺。マユちゃん1900、俺より強い4倍。さあ本気で遊んだんで遊びます。励ました、きたー。攻撃力アップ、防御力アップ、素早さアップ、デホマラー最高です。いやこれマジであれ、あれあります、防御力アップはマジ熱い。さあ期間作ってよかった、盾ラガー装置は防御力が一番高い。で、これはね、勝ちます。そい！よいぞ。勝った？いや、違う！ネルゲルといえば、指パッチン。来るぞ。指パッチン。指パッチンすると出てくるんだよ、友達が！こいつ強っ、1000ダメージ回避じゃねえのに。さあ、でも結構弱ってきたっけ？もう一回遊びましょう。お手玉、来た。キラージャグリング、ジャック。うわ強い力、守りの切り来た。これ強いぞ、守りの切り。冥王ネルゲルは不気味に微笑んでいる。回復すんな。いやいや、しょぼい回復量、大丈夫。さあここは俺がフリーズブレード、これよし、出てきてへん。マユちゃん強。さてどうしようかな。とりあえずゴッドジャグリングしとくか。ここはゴッド、はい、ゴゴゴゴゴゴッド400。よしよしよし、聖なる祈りでラグの掃除を回復力アップ。次に備えてるって感じ。今はイオナズンとかしてきそう。ベリアル、ベリアルでしょね、こいつは。ベリアルだ、全然嫌い。15やでダメージ。え、俺強すぎない？ゴッドジャグリングの効果で攻撃力調査があってんだね今。はい強い、はい強い、俺たち制限爆撃、はい俺たち強い、もう弱ってます。これで終わりかな、とりあえず。さあベリアルも撃破。いや天馬クワバラの方が強えぞマジ。さあベリアル倒したらネルゲルが自ら刈り取ってやる。来たぜ、行くぞ。昔は俺なんだったかな、タイガークロしてた気すんだよな、戦った時。ぬるかなん、やめなん。さてさてさて、まだいける俺たちは強い。せいや、オッケー。マイちゃん痛い、ボコボコにしたれ、1000ダメージやん、最強やぞ。怒った、怒ったらガラクタハンターするか、ガラクタハンターで弱るかな。さあもう半分与えてんだ、俺たち強くね。これこれ遊んでいいな今回。衝撃波ドゥー、会心の一撃。何だその攻撃は。冥界の門、痛い痛い痛い、開門せよ。いてつく波動はズルだるー、テンションも全部消えたけど。いやーちょっとこれはね怖い。一回ブレードガード、キャキーンとガード率アップ、ムーンサルト、いいね。じゃあここもう一回遊びましょうか、本気で遊ぶ。長掃除回復して、ベホマラ、あ、ナイスベホマラ、よーし回復間に合った。痛い、マユちゃん痛い。攻撃こっちの方がガン有利だね今のところ。まだいけるな、マユちゃん頑張れ。ムーンサルト、空飛んでんだね。ネルゲル、ネルゲルすぐ怒る。遊ぼう、くらえ。石、石投げ、それ全然効かへん。石投げ、ベホマラサンキュー。これマユちゃん2回攻撃された、マユちゃん死ぬな。
まずいぞこれ。魔晶弾全体攻撃痛い。いてつく波動またしてきた。こいつうざすぎるだろ。いい子消すな。さあ出るゲル、でももう勝てるぞこれ。え、みんなお疲れ様。もうこれ全員全身全霊切りでよくね。ブサルト、これね、ゴッドジャグリング。ここはもう倒しに行こう、ネルゲルを。いけ、まだ全然足りひん。攻撃力ダウンしてるんで大丈夫です、大丈夫です。ラガス王子 たまに素早さ負けてないが、ネルゲルにラガス王子が1回行動したらネルゲル2回動いてる気するけど大丈夫。せいやー大だらきり、俺の勝ちだ。ラスボスネルゲル大したことねえけど、俺の方が強えけど、マジ。首がグワングワンしてる。バカな、エテーネの生き残りごときがこの冥王に膝をつかせるなど。だがまだ倒れるわけにいかぬ。彼には全世界を闇の封印に落とすという大謀があるのだ。なんで闇に落としたいんだろうなこいつ。大いなる闇の根源よ、我に力を与えたまえ。さあ第二形態、このこれかっこいいんだよな。この身を捧げよう。空が裂けるシーン。さあネルゲルのその身を捧げ。なんだ、なんか降ってきたけど、そのモンスターたちで襲いかかってきた。俺たち負けるで。うん勝つの暴力が一番強いよこのゲーム。いうなずんかな、なんか手が降ってきたけど、ネルゲルが捕まっちゃった。さあ中から出てくるのは何ですか。さあやばいぞ。第二形態、第一形態は割と楽勝だった。来た、強靭なる肉体をこの絶大なる魔力。結構ブサイク。の死を作り出し、全てを死に着せし者。やば、火力高すぎるだろ。今こそ力を貸しましょう。私の救い手し氷の上に戦いをとしなさい。神様じゃないこれ。どう床消された。我の前に立つ者全てに等しく死を与える。さあ戦おうか、本当のラストバトルだ。行くぜ、名獣王ネルゲル倒しましょう。ドキドキするな大丈夫かな、みんな出す仲間入れ替えるか。ちょっと一回名獣王ネルゲル行きます。みんな頑張ろうな。でけえ、これ右手左手じゃなかったっけ昔攻撃するところ。死を持ってその罪をあがない。うるせえ。さあ勝負だ。めっちゃ喋るやんこいつ。ちょっと一回確認しよう。あ、ほら右腕左はあったよな。俺昔ギガスラッシュしてたもん確か。誰かが一緒にいたパーティーメンバーがギガスラッシュでめっちゃダメージ与えてたわ。懐かしいぜ。ということで行きましょうか。どうしようかな。とりあえず一旦ラガス王子引かせて、マユちゃん引かせとくか一回。いやマユちゃん回復させたいな。ダストンにするか。ね、ダストン引かせておきましょう。これでいいか。私の力頑張ろうみんな。見せてあげる。さてじゃあね、まずはむずいなこれ。フリーズブレード、いやこれダイダラ君微妙かもな。いや一体ずつやっつけるか。さあ右腕破壊できないわ。これはちょっとちょっと待っとうねみんな。うん、で世界中の羽織しとくね。うん、僕雑用係なんでちょっと待ってね、これやばいですね。どう考えても右腕ボコそうとりあえず。ビリバリドン。これはねあかんわ、あかんわこれ。一回ちょっと回復してもらおうがいい。回復してもろて、うーん、バユちゃん死ぬ、はい、ヒュータも死ぬ。
これはやばいです見てわかったかもしれませんが、これはちょっとやばいです。私はサボらせてもらいますよ。これはやばいです、間違いなく、間違いなくやばいです。これはどうしようかな。ゴッドジャグリングでちょっとね、下げなきゃいけない。打撃完全ガード、は？は？ダダク？これまずいですね、普通に痛い。いや、右腕倒した、右腕ぶっ壊すと。ない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 、これね、道具範囲が絶対いる。道具範囲がゾゾゾゾータウンダストン、頼む。呪文完全ガード、待って、お前呪文完全、打撃完全、どっちもガードしたらもうどうしようもねえだろそれ。ねえ、まあまあまあ、どっちも無効やん今こいつ。うん、腕しか効いてないか。ブーツアルト、さあこれ大事よね。一回道具使うか、跳躍素使う、跳躍素。はい、超超超超いい感じ、超いいぞ。よし、これで行こう。こっからマヒアドです。いや、マヒアド普通の。うわドルモーは、うー痛い、フラちゃん大丈夫、渾身切りしよう。左上ぶっ壊せます、おらナイスムーンサルト。いえ、ダストンはまだダメだな。それこれ遊ぶ準備していこう。ちょっと遊ぶ準備、遊んでいくと、どんどん本気で遊ぶ。バフがいる、バフがいる。よし、これいい。全員防御力1段階アップ、マジ助かる。こういうのがいる、本当にやばい。フラちゃん狙わんといてほしい。うわー、フラちゃん残った、よかった、マジで怖え。これとりあえず渾身切り、こいつぶっ壊せ、腕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 壊せ、ナイス、腕壊し、両腕壊したぞ。さあここだよな、問題は。これは遊ぶだな、遊ぶだな、ここは遊ぶ。歌った、もーもーもー、ガードされたわ打撃監視完全ガード、あぶれ、あぶれ、顔で噛むなお前。これ回復量追いつかん、フーラちゃんって回復量追いつかん、マジできつい、マジできつい。これバケモンだこいつ。とりあえず腰切り、せい、いい攻撃、ガンガン殴ろう。さあここで遊んでいこう。くしゃみ、アクション、効かう。やべ、遊ぶが結構意味がない。マヒャデドス、まずい、これまずいです、これまずいです、まずいです、全滅しました。終わりました。え、流れるように初めて負けたけど、皆様、僕ヌルゲーだと思ってましたが、普通に負けましたマジか、防御力足んねえこれ絶対。名人を出るけどやばすぎるわ。ごめん、ちょっと今回ここまでにしましょう。ラスボスまさかの討伐ならずということで、ちょっとね、次回防具持ってから行こう、うん、防具持ってからもう一回挑みたいと思います。すいませんでした僕は雑魚でした、はいというわけで皆様、終わりたいと思います。チャンネル登録しなきゃ、チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。え、マジか。で、次回がラスボス戦、本当のファイナルラストですので、お楽しみに。それではまた次回の動画でお会いしましょう。うわ、悔しい。まず42話でまず上げるわ。で、また見てくれ。おつぽよー。